最終結論を出す前にちょっと今現状をどういうふうに把握しているか、ね、今確認をしてもらってますので、その上で、その結論というのは考えなきゃいけないんだろうとこう思いますね。ただ再三再四かつて東京ガスの工場だった跡地で、はい、私たちも江戸時代でしたけれども、川内を中心に相当法改正に合わせてきましたけれど、そもそも論のそのスタートからいくと東京オリンピック招致の問題と重なって、築地を移転というお話がありました。私たちも現場 の, 都議会議員の皆さんからもいろいろと話を聞かせていただきましたけれども、いわゆるあそこに市場を移動することは適切ではないというそういうご意見が、都議会の声でございました。その詳しい詳細のその部分についてまではまだ承知はしておりませんけれども、ただ、東京都自体がどういった経緯とそれからまた、意図でその安全性というものをきちっと担保されていくのか、それは必要に応じて私たちもその説明等々は聞かせてもいただくことはできるのかなというふうに思っております。ただ今の段階で、その盛り土の部分だけで果たしてそれが本当に科学的根拠としても誤っているかどうかまではちょっとまだ掌握しきりませんので、そこのところはもう少し、具体的な結果がまだ出てくれば、まだ答申というものが出てくれば、それを受けてまた省の中でいろいろと、検討する余地は出てくるのかなと思います。まだこれから先ですね。この後例えばこれがですね、それは都の問題ではあるんですけれども、まだ被害が何か出ているわけでは確かにない、移してませんから。しかし移転したが最後ですね、その被害が予想される被害がですね、この汚染がその現実の通りで、そしてより、汚染がひどい状態になっていく再汚染ということがあるとしたら、大変な被害がですね、広範囲に広がるので、それはもう都の問題でも早く全くないと思うんですけど、この点の見解はいかがですか。国民全体の問題だと思うんですけど、まず一つはいろんなデータは当然把握してるわけで、そうですね、東京都からの話をで盛り土したけれどもダメだったみたいな話も含めて、その一部がですね、盛り土の一部も汚染されてたというのが、東京都の報告書にも出てます。はい、であと環境省として今どんな対応するかということに関しては何か考えたことはありますか。ですね、状況はよく聞いているということですね。それで、その土壌汚染対策法という中の手続きに入ってくる、可能性もありますので、その環境省それは改正の後の話、ね、そうですね、はい、その時に環境省が何するっていうような話では話もないんですけども、きちんとそこは手続きが踏まれるように、見守っていきたい。どういう手続きが、ですね、まだ仮になんですが、仮にその豊洲の土地で市場を作るということで、土地を、その形質を変更するという場合には土壌汚染対策法の3000平米以上の土地をこう形質を変更するという手続きで、届け出がされるというようなことが、届け出の後土壌汚染の調査もされる。そうですね、調査も法に基づいて、なされると、簡単にされるか、その今までのやつを使えるかですね、そこは分かれています。分かりました。いずれにしても今のところではですね、環境省は直接具体に何をできるということでもないんですが、問題のある意味では深刻であるということは十分把握をしてますので、今後ちょっと一度もう一回議論をしてみたいと思います。1点だけお願いします。先ほど申し上げたように都は、そもそも移転ありきでことを進めています、で、専門家会議、そしてその後の後継技術会議というのを設置しましたけれども、御用学者失礼ながら、そしてその中に環境学会の専門家一人もいない状態ですから、いろいろとおかしなことがいっぱい起きています。なので、
日本環境学会のですね、学会がこれは非常に危険だと学会を挙げてですねダメだということを何度も何度もあの警告をされています。こうした専門家の意見を聞くヒアリングの場もしくは公開討論とか、あるいはその大臣にですね直接ご説明に上がる場というものこういうものをですね、彼ら要求しているんですけれども求めているんですけれどももしかしたら大臣にというのは言ってないかもしれませんが とには言ってると思いますが公開討論あるいは公開で、ちゃんとヒアリングしてほしいと専門家としての意見を聞いてほしいということを言っております。こういう場を党が聞く耳持たない状態であれば国が大臣がですねお聞きいただく場というのを設置するということは可能でしょうか。まあ権限なくでもやることはできるという意味では可能でしょうが、あの権限がなければやっても意味がないという意見もあるかもしれません。同時にまたその専門家が入っていないという今のご指摘に関しては本当にねあの誰が専門家かとこういうことに関してはいろんな意見もあるでしょうから、そこも含めてちょっと調べさせてください。はい、ちょっとすいません、あの大臣6時から、あ16時からちょっと予定が次入っているので、簡単に短いですか。はい、はい、別にあの質問じゃないんですけど、要請というか、お願いしています、はい、実はですね、あの大臣あの、僕の知り合いとかにもライターとかいるんですが、あのこの環境問題とか書いてるライターなんですけども、あの、大臣の会見に出たいっていう人が何人かいまして、ただあのこの会見に出るの、実は結構条件がありまして、あの、その条件をクリアしないと出れないんですね。で、クリアしてもらっていただいて、まあ、そうですか、すいません、はい、じゃあちょっと時間がオーバーしてしまいましたので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。中国の現状はまだ決まってません。まだ未定ですか。あの、僕と相談してきます。新しいの物件はまだ未定ですか。はい、はい、すいません、ちょっと出ちゃいます。ありがとうございました。どうも、どうも、はい。